チャールズ・グメリンはイギリスの陸上競技選手である。彼は1896年に開催されたアテネオリンピックに出場して400メートル競争で3位となった。チャールズ・グメリンは1872年にインドのベンガルで生まれた。父はキリスト教の宣教師でその地で伝道に携わっていた。グメリンは幼年のうちに教育を受けるためにイギリスへと戻って マグダレンカレッジスクール及びキーブルカレッジで学んだ。卒業後のグメリンは聖職者の道を選び、後にオックスフォードにあるフレッシュフィールズ校の校長となった。彼はスポーツ万能の人物であり、フットボールとクリケットの両方でオックスフォードシャー州の代表選手となっている。グメリンはイギリスで初めてオリンピックの陸上競技に出場した選手と言われる。 100メートル競争に参加した彼は予選で3位に終わり決勝には出場できなかった400メートル競争でグメリンは予選でアメリカ代表のトーマスバークに続いて2位となり決勝へ進出した決勝でグメリンはトーマスバーク及びハーバート・ジャミソンに続いて55秒6の記録で3位となったしかし4位に入ったドイツ代表のフリッツ・ホフマンが 長年にわたって誤って、グメリンよりも先の順位で記録に残っていた。1896年のアテネオリンピックでは、3位入賞者へのメダル授与はなかったが、グメリンは常に同メダル獲得者として名前を挙げられている。ホフマンとグメリンの記録は同じ55秒6だった。なお、ホフマンはこのオリンピックにおいて陸上100メートル競争で2位となった他に、 体操競技の平行棒団体と鉄棒団体で優勝し、砂のボリーでは3位となっている。ありがとうございます。